んよ、ハバンはよ、ハイチャンネルのハイです。ということで今回なんですけども、イチジクガチャをね、使っていこうかなと思います。いやでもね、これはね、みんなのせいだよ。俺コメントでもさ、DM でも、多分コメント欄遡ってもらえればわかると思うんだけど、イチジクをやってくれっていうね、コメントと DM が多いんだよ。てか過去一多いと思う。この要望だけで言ったら。もうマーシャルとか、ホラマルとか、気にならないくらい、このイチジクガチの棒をね、使ってくれってのが多かったんで、結構撮影自体はですね、前から取り掛かってたんですけど、勝てるんだよ。あの、ガチの棒使わないの。でも、もうブレイズクロー、コルナゴ、ポレゴン、ザビクロー、バインドシャドウの、ビートで勝つし、ガチャンコガチの棒当たっても、ここら辺の1コースだけパンパンパン出てくるだけだから、ジュラピが出ないと全く映えない。そうなん、これ当たっても映えねえし、外れたらイラつくしで、しかもビート刻んで勝つしで、本当にこれ実況者の力量を丸裸にね、してしまうような動画というかデッキになってしまってるんで、まあ、かなりですね、試合を厳選しようかなと思ったんですけど、厳選したら厳選したら多分これ一生動画化できないなということで、今回気合でね、動画化してきましたんで、ぜひ皆さんね、温かい目でね、見てもらえればなと思います。そしてね、なんと皆さんのおかげでもう少しでチャンネル登録者3万人ね、行くということで、ぜひね、初見さんだったりまだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、ジュラピ、アクアガード、ポリゴン、ザビクロー、ジュラピでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ、ジュラピはね、ハンドから召喚できないんで、実質ハンド3枚なんですけども、まあ、ジュラピを置いて、ポリゴンとか出しながらビート刻んでって、まあ、ガチマリンとか、まあ、ガチロボをね、引くのを待つだけの、ただ簡単なお仕事なんですけど、イチジク使ってくださいっていうね、コメントがめちゃくちゃあるんだけど、撮影ね、もう3日目に突入してんのよ。もう本当にね、勝ってもめちゃくちゃ地味だし、負けるときはただストレートに負けるし、ガチロボから出てくるのザビクロー、ブレイズクロー、ポレゴン、アクアガールだからね、もう何っていう。だから何っていうね。で、このね、デッキの勝つときって、大体ガチロボ関係ないんだよね。ザビクローとかブレイズクローとかポレゴンとかでビート刻んでたら勝てるし、唯一のね、当たりなんだよ、ジュラピって。最速4ターンポレゴンからのジュラピ、106000ダブルブレーカーが、別に大量に出てくるのが、まあ、強くもないんだよな、別に。ジュラピ出ても、ん?ってなるだけだから、まあ、イチジクはね、本当に難しい。いろんな意味で。これね、イチジクはね、ほんとね、実況者の力量を、もう丸裸にしてしまうね。もう本当に。だって、何も面白いことが起きないんだもん。だって、もう一軸は、ド派手じゃないじゃん。だって、9軸とか、10軸とか、11軸とか、12軸は、ド派手じゃん。とりあえず、外れても、おもろいんだよね。だけど、一軸で外れると、おもろくないし、イラつくんだよね。おい、一軸なんだから、おい、当てろよって。で、当たっても特別嬉しくないっていう。本当に何っていうね、これ。本当に何が起きてるか分かんないんだけど、トップガチロボで、世界は変わるんじゃないかなと。これ、勝てんのかな?ここまで時間かかったら、なんか勝てなそうな気がするんだけどな。しかも学校とかとか入ってたから、破壊されそう。ガチマリンが余裕で。さあ、次に、ザビクロー出ないんだよね。闇マナないから。で、ジュラピーもさ、このクリーチャーは手札から召喚できないってね、もう舐めてんのかってね、もう本当に卵に返すぞと思う。さあ、骨んび。ほら、もうブロッカー出てきちゃったよ。殴るしか脳がないのに、このデッキは。もう骨んびなんで、出てこられたらどうすんのよ。どうやって勝つのよ。ああ、もう、タイガニトロでハンドも失ってしまうけども、トップオブザデックガチャンコガチロボ頼むよ。1コース台いっぱい踏み倒そう。もう、踏み倒したから何っていうね。でさ、これでさ、ガチャンコガチロボから踏み倒せる最大倍で3マナってどういうことやねん。さあ行きましょう。ザビクロー、ブレイズクロー、そしてバインドシャドウ。闇タンだからバインドシャドウはちょっと刺さりそう。うん、まあ、もうだってさ、ブレイズクローとかザビクローとか踏み倒されたことないから、もう踏み倒しのボイスがなんかもう聞いたことなかったもんね。もうギャオーって言ってたよ。だってもうただただ発狂してるさ、ネロソムニス。無限騎士団が、あ、でもこれバインドシャドウでタップされるね。だから何っていう話なんだけど、これさ、もう殴って勝とうぜ。おい、殴って勝つしかないぞこれ。頼む、これ成功してくれ。俺ね、成功しても、成功しないと。でもまずさ、ドキドキの時間、もう見てください、この
打点にもならない。もう打点にもならん。力貸してんのかそれ本当に。もうただ盤面埋めただけやぞ。アクアガード頼むから打点にはなってくれ。これ丸尾月下城で盤面崩壊するけどね。丸尾月下城で大丈夫この一軸動画になってますか。これすげえ不安なんだけど。俺勝っちゃったよ大佐の下。大丈夫この動画マジで。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、このね対戦相手の方9連勝してますね。今9連勝中です。その9連勝をこの一軸ガチロボでねもう止めることができたら、相手の脳裏にねこの一軸ガチロボをこの刻むことができるんで、それを目標にやっていこうかな。ポリゴンビートデッキにはとりあえずトリアだけにね、とりあえずってね。あーい、世界はみんなアクア様のものだから多分大丈夫だと思う。でこれゴルナゴ行こう。ゴルナゴもうバトルゾーンに他のクリーチャーいなかったら死ぬっていう、もうよくわかんないね2000パチモンのブレイズクローなんだけど。あーデッドリーラブで盤面全部死ぬ剣について語り合いたいだけど相手の盤面も全部死ぬんでいいでしょう。これイーブンです。だからガチャンコガチモニー来てるからむしろこっちの方がいいのかもしれない。さあザビクロー、さあいけガチャンコガチモニー、相手の9連勝止めてこよう。さあそれガチで、これがトップガチロボであればいけますね。トップガチロボ飛行。さあトレジャーマップ、まあブリブリザイモンでしょ相手のデッキは。さあジャスミン、さあ種をまいた結果が、でも相手もハンドがそんなにないね。さあダイヤモンドブリザード、久々に見たらブリザード。さあトレジャーマッピング、さあトレジャーマップで、まあブリザードとかね、おちゃっぴーですか。なるほどなるほど。相手もさ、これ何のデッキって思ってるよね絶対に。なんでガチョボ、あーガチャマリン、ガチマリンを出すしかないっすね。でこれ殴るかな、これね、もう殴るしか軽すぎないのかなと思うけど、まあ、ここで殴っちゃってね、リソース与えてもあれなんでね、相手にはハンド少ないじゃん。デッドリーラブ、親の顔より見たデッドリーラブからのおちゃっぴーで、これでブリザードに繋がってきたら相手はもうまあ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 主人公だね。まあ絶対にブリザード持ってるんでしょうけどね。ブリザード使えばブリザード絶対に持ってるからみんな。ほんとこれ覚えておいて、テストで出るよ。100% 持ってるからね。妖精たちが集まってっけど、こっちもロボットたち集まってるからね。超合金集まってんだからさ、妖精が勝てると思ってた。ロボットに。さあ、勝てそうだけどね、確かにこう。さあ、ジャスミンでザビミラ。デッドマンジエンドに謝ってほしい。ザビミラバインドシャドウ、いいのよバインドシャドウくん、あんたはお呼びじゃないんだよな。ガチャンコガチョも引きたい。もう一軸じゃないじゃんこれ、もう6軸じゃん。だってもうガチマリンしかバトルゾーン出てねえんだから。雪男、さあホルデガンスでワンブースト、さあ5マナ使って、さあジャスミンティマナ貯めてくるかな、それとももう打点にするという魂胆ですか。さあガチャンコガチロボ、よしよし、願ってれば引くんですよ。さあ行くでガチと、でこれで111踏み倒すからね。何も気持ちよくないけどバインドシャドウ、とりあえずとりあえずバインドシャドウ、もうなんだシャッフルしてくれ、もうマジで。でこれ打点ですからね、シンプルに皆さん。これ3マナ踏み倒してるんだよ、わかる。これちゃんと6マナ使って3マナ踏み倒、まあガチマリンでね、そんなにマナは使って2マナしか使ってないけど、さああとねただ殴っていくだけのただ簡単なお仕事だよ。さあ相手の9連勝止めようか。だけどね、これザビミラ引かれちゃうと、多分ガローズデビルドランゴが、多分爆弾しちゃうんで、だからといって、いや、ちょ、一旦、怖いな、ここ行っていくのね。で、次、あ、でもな、もうこれ、バインドシャドウが出てるから、アップされてるから、ここでね、当たりに来られたら打点が減って、また時間かかるんですよね。これ、スピードアタッカーなんて入ってないから、これね、撮影始めたのがだいぶ前なんですよね。全然いい試合が取れなくて、もう今自暴自棄になってるんですけど、前はね進化クリーチャーとか入ってたんですよ。でもあまりにもね進化元が少ないんだよ、1マナで。で1の進化もピルドルとか、あとなんだかあのエンペラーティナみたいな、そんな感じのしかないから全然進化しねえし、もうちゃんとね1コーストヒットしてんのに進化クリーチャーだからバトルゾーンに出ないみたいなことがね多発したんでね、もうレシピを買いに買いまくって、だってもう正直さ、でもガチマリンがいるおかげで一軸は成立してる説はある。こいつがいなかったら一軸はもうクソもないから、だって6ターン目まで1コースト帯で持ちこたえるなんて不可能だし、殴って勝ってるんすよね、その状況だと。ダイヤモンドカスケード、だけど相手これ脳トリだったら俺勝ちではないか。さあこれはもう満を持して通すしかないですね。
だけどこれトリアがいい感じになってるな。ブロッカーでしょ。んで打点が 1,2,3,4 まだ足りてないですね。打点自体はザビミラ引かれると相当きついですけど、ね、だから相当きついというかもう負けみたいなところある。相手9連勝してますからね。もう1勝したらだって勝利天定の称号もらえますからね。だがしかしこの俺を超えてみな。さあクワガードからさブレイズクロ。でもジュラピでかいぞ。ジュラピ強い。もうジュラピが唯一の当たりバックなんだからこれ。さあジュラピさあ2点パンチも踏み倒されてびっくりしてるね本当に。もうブレイズクローもこの1コース対全員がもうジュラピに関しても喋ってすらねえから。さあザビミラがなかったら勝ちかな。リーサルないもんね相手。アクアガードとトリアがめちゃくちゃ強い。やっぱね受けないからもうアクアガードトリアが受けなんだよね実質上。あーリップル、あザビミラ持ってこれなかった説ある。これもしかしてリップルで盤面埋めちゃったんでこのターンザビミラ来ることはまずまずないでしょう。えガチロボアタックされないんで、あおいしょ危ねー。つあで勝ったんじゃないのこれ。さあダイヤモンドブリザード大丈夫です。このブリブリからさまだ8マナまで復活したりしない。でも盤面がパンパンだからザビミラはこのターン出ないか。どう頑張ってもさあ3枚ブースト4マナじゃ何も届かないか。さあ殴ってきますがトリアとアクアガードがいるんで打点は足りてないっすよね。相手カスケードだけブロックすれば大丈夫。相手がタッチでスパークとか減れてなかったら相手の9連勝をこの一軸ガチどもで止めることができると。お茶っぴ1点パンチさトリア。これマジで一軸さもうちょっとさなんか強いさ1コストが来ないとマジで成立しない。マジでこれが限界だわ。だって俺ジュラピ生成してんだからね。もう持ってなさすぎてなんで持ってねえのかも分かんねえけど。さあ2点パンチで、まあ、ジュラピとジュラピがね最速4ターンで来るか。もうガチロボからガチロボ3体引くぐらいしかね、この一軸ガチロボはもう取れ高がね、本当に。あと殴って勝つからね。でもこれ殴って勝てそうなんだよね。でこれブロックして僕は任せな。でガチロボはアタックされて、いやでもガチロボこれアタックされないとブロックされないが地味に効いてるんだよね。あポレゴンが逃げ出しました。いいんですか。同胞が逃げ出しましたよ。さジュラピのジュラピでもね手札から召喚できないんで何の意味もないんですよ。さあ行きましょう。ガチャンコガチロボ、あもう祝福もうそういうしかないよな。だってこんなわけわかんないできに9連勝止められようとしてるし外すんかい。せめて当ててくれよ一軸なんだから。さドキドキの時間です。もう見てくれ、もう成功してもこれだからね。成功してもこのもう全然派手じゃない。さ2点パンチさ相手はトリガーがなかったらこのまま僕が勝ってしまうというね。これ何なんでしょうか本当に。何を見せられてるんでしょうかということで、それでねジュラピでダイレクトアタック大丈夫しゃー。なんだこれマジで本当に。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、さオープニングファンドなんですけども、コルナゴガチロボブレイズクローザビクローをガチャンコガチマリンでね始まったオープニングファンドをやっていきましょう。さあ見せてくれよ。もう本当になんかね頭おかしくなる。もう一軸のガチロボを回してると何が正解なのか分かんなくなるし、果たしてこれは動画になるのかってぐらいね不安で不安でいっぱいだから、もうとりあえず一旦もうほらもうガチロボ出したくなっちゃってんだから1マル貯めた時点で。もう1バンドルの勲章をあげるから、とりあえずもうザビクロー、ザビクローじゃねえわブレイズクローザビクローでさもうビート刻んで勝とうぜ。起きた来た闇物来てくれたもんありがとう。待ってこのまま勝つ世界線ないかマジで。俺ねそれだけが一番怖いんだよね。もうザビクローとブレイズクローのビートで勝っちゃうんじゃないかって。しかもでもこれトリア引けてるからガチャンコガチマリン出して、えこれ結構意外と理想部分なんじゃないこれが。まあトリガー来るかー。スパイラルスライダー、スパイラルスライダーマジでめちゃくちゃメタってきてんじゃん。これ一軸ガチュボメタられてる、もしかしてめちゃくちゃメタられてるかもしんないよ。さあオープンブレイン、さあ3マナ使ってさあスパイラルスライダー、まあこれでんじゃ一応ザビクローとブレイズクローのビートプランで勝つあれはなくなったかな。一安心してるわ。安心してる俺に驚いたんだよね。さあ行きましょう。ガチャンコガチマリンで一応お手伝いしてもらってガチャンコガチロボから1コストのねクリーチャーをふんだんに踏み倒して、本当にジュラピとかね本当に踏み倒してくれると相手もさこれ出てくると思わないだろうね。ガチャンコガチマリン何してんだろうこの人って。絶対俺グレイティストシーザー対戦相手の人にバーンナッツドラム型カタツムリ。このボイス自体めちゃくちゃ久々に聞いたな。
一旦もうここら辺の1コストクリーチャーは賞味も用なしなんで、さあ行きましょう。ガチャンコガチャン頼む。1コスト3体踏み倒すだけでも結構なプレッシャーになるんじゃない？さあドキドキ、ま、待ってくれ。ダメ、本当にダメだよ。なに切れるよ俺そろそろ。イチジクはね絶対に成功させよ。本当にもう虚無感えぐいから、1コスト台で外されちゃうともう虚無欺瞞もう空ごとを捨てちゃうから本当に。だバレットバイス、もうどうでもいいもんな。バレットバイス全然痛くも痒くもねえもん。あってないようなもんだからな、この反動も。あとはもうこれもう何なのこれ、本当にビート刻んで勝っちゃうよ。いいのこれ、ガチロボビートだよマジで。いいんすか、モテてらしい。さあドキドキの時間でさ、ブレイズクロアクアガードポレゴンこのざまですよ。成功しても、あもう力貸してください。進めー、これもうポレゴンの語彙力失っちゃってんだから、もう進めーしかいなくなっちゃったよ本当に。しかもこれアタックされないからな、でも6000ライン取りづらいんじゃないかな。結構ジュラピが並んでくれたら結構圧的にもね相手結構きついかなって思うんだけど、並ばないとマジで。でもねやっぱ量より質じゃ、もう量より質じゃないわ、もうこのデッキとは対義だもんね、もう対極にあるわ。なんでまあ質より量でこっちはもうぶん殴っていくしかないんで、もう殴って勝ちでしょこれ。もう勝ったよこれ多分。ほらジュラピ来た、ジュラピ強いよ、もうジュラピなんだから、アイドルなんだからこのデッキのジュラピは。もうヒャッハーだよ、2点パンチでノートリなら勝ちなんです皆さん。ここまで見てくれてるリスナーさんいますかね。あいたらぜひ挙手してくださいということで、エマージェンシー台風なので、あでも援獄引かなかったのは本当に運が良かったね。さあガチマリンでダイレクトアタック対策ダッシャー。対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、さあブレイズクローガチマリントリアバインドシャドウをコルナコでね始まってオープニングハンドやっていきましょう。さあブレイズクローだ、もうプライドなんてね一番乗りはあんただよ。んでもうでもトリア引けてるからガチャンコガチマリンからのガチ、いやでもさこれさマジでビート刻んで勝つそうなんだよな。俺一回もうビート刻んで勝っとく、とりあえず見たいでしょ、見たくないかもはや、なんだ見たいでしょ、ディビわかんないもんな。でももうね勝ちに貪欲でありたい俺はもうガチロブに嘘つけない。2マナでメンデルスは相当きついんじゃない、相手のデッキタイプ的に。カンタービレのダメ、さあトップがバインドシャドウなんで一旦もうこれ勝ったんじゃないのこれマジで。だってさ相手も次のターン多分クリーチャー出ないでしょ、これ次のターンブレイズクローでまたパン、もうリーサルだね次ね、もうこれ虚無です、あまりにもこれでいいんだもん。だから俺思ったんだよ、ガチロボ入れている意味ある、本当に。ほらもうガチマリンビートっていう新しい世界線がナンバーナイン、さ4マラつくでリュウの呼び声、はい皆さんお気づきでしょうか、リーサルでした、リーサルなんですよね。大変申し訳ございませんでした。対戦の方よろしくお願いしますと。オープニングハンドなんですけども、アクアガードトリアガチャンコガチマリン、めちゃくちゃ理想ムーブじゃんこれ。トリア引けてるんでガチャンコガチマリンからの最速4ターンガチロボがいけるわけなんですよね。アクアガード出していきましょう。相手って多分ねもう今多分頭の中クエスチョンマークだらけだと思う。なぜかというとトリアマナに置いてアクアガード出すっていうね、意味わかんないじゃん。まあしかもなんか嫌なの見えたな、これ宿門か、宿門相当きつくない、ウェディングゲートでスターインドラブで盤面崩壊する世界線がもう見える。しかもだってこれ別にねスターインドラブいなくても崩壊してるからね。さあ強い、めちゃくちゃ強い、いやでもこれもう本当に質より量プランでいけるんじゃない。だってもうガチャンコガチロボ連打して1コストタイムをパンパンパンパパンパパンって出してビート刻んでもう脳取り貫通よ。次出るんで、さあトップ、それは出ないねー。